6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は初デートが即終了してしまう女性のやばい一言っていう話をしていきます。お見合いが決まらないで苦戦している人もいれば、比較的簡単に決まっている人もいますよね。ただお見合いがたくさん決まるからといって早く結婚できるかどうかっていうのはまた別問題と言えます。条件の低い人は高い人に比べてお見合いは決まりにくい傾向にあるんですが、そういう人ほど自分の状況をきちんと受け入れているのでとっても謙虚だし、お見合い相手には感謝し真摯に向き合うので高い確率でプレ交際に進展していきます。一方、お見合いが簡単に決まる人ってちょっとでも気になる言動を相手が見せればすぐになし判定して振ってしまいます。お見合い相手は湯水のごとく湧いてくるんだから、バンバン断ったって問題ないし、いつか完璧な相手が目の前に現れてくれるはずだっていう期待を持ちながらお見合いをし続けてしまうわけですよ。若くて見た目がいい女性とか平均年収より高い39歳以下の男性はお見合いが比較的簡単にバンバン決まってくんですよね。だからお見合い相手への感謝が薄れてしまって、会ってやっているっていう気持ちが出てしまうんでしょう。その結果、自分が振っているように見えて実は相手からも同じく振られているっていうことに気づきません。自分が選べる立場だと勘違いし続けて婚活をしちゃってる人は、いざっていう時に相手から選んでもらえない自分にも成り下がっているので、結婚したいって思った人とは結婚できず、本命から相手にされない婚活が続いてしまうんです。お見合いはバンバン決まるっていうことは、プロフィール上ではね、魅力的に映っているんだと思うんですが、実際会って話してみると魅力が半減してしまった、思ってたんと違ったわってお相手から思われてしまうっていうことなんですよね。実際、私がフォロワーさんから聞いた女性のやばい発言を5つね、今からご紹介していきたいと思います。フォロワーさんはお相手の女性からこれを言われて初デート後即交際終了を決めたので、皆さんは同じ失敗をしないよう注意していただけたらと思います。特に5つ目の発言はもう一発アウトになるぐらい危険ですので、絶対に言わないようにしてください。それでは行きましょう。初デートで振られる女性の発言その1、乱暴な言葉。男性はどこか女性に幻想を抱いてます。女性の体には毛が生えてなくてもうツルツルスベスベで綺麗なはずだ。そして女性は乱暴な言葉を使わない。こうした幻想を抱いている男性に対して乱暴な言葉をね、女性が使ってしまうと、これだけでもう勝手にがっかりされてしまうことになります。私の友達にもね、顔がすっごく可愛い人いるんですが、言葉遣いがね、結構乱暴なんですよ。例えば恋人に対して平気でお前と言ったりとか、あいつって呼んでみたり、クソダリーなど、可愛い顔から発せられている言葉だと思えないぐらいなんですよね。私はね、女友達に対して別に変な幻想を抱いてはいないので、それでがっかりした、友達やめよって思ったことは一度もないんですが、男性はショックを受けるのかもしれないですよね。でも女性ってそんな綺麗なものでもないし、丁寧な言葉遣いなんかしない人の方が多かったりするわけですよ。女兄弟がいればそうした幻想って当の昔に捨て去っていると思うんですが、女の兄弟がいなかったりとか、あと一人っ子の場合は女性に対して過度な期待を持っているのかもしれませんね。私は3歳ずつ離れた姉と弟がいるんですけどね、弟は姉がね2人もいる状態なので、女性に対する幻想はもう1ミリもね持ってないと思うんですよ。で、女性の中で自分は言葉遣いが乱暴だとか、慣れてくると気が緩んで男っぽい口調になっちゃうなっていう人はね、女兄弟のいる男性に申し込みをしてみるといいかもしれません。聞くところによると、女性の腕に毛が1本生えていただけでショックを受け振った男性もいるようですからね。人形じゃないんだから、毛の1本や2本ぐらい生えてるし、そんなんでショックを受けられちゃうと女性もたまったもんじゃないですよね。だからそういったことで幻滅されたくないよって思う女性はですね、女兄弟のいる男性にお申し込みをすることをお勧めいたします。
初デートで振られる女性の発言その2、夢に出てきました。待ち合わせ場所で会った瞬間、うっとりした目で女性からこのように言われた男性は、嬉しいよりもわなんかちょっと重いなって感じてしまったそうです。もちろん恋人同士なら、俺夢で変なことしてなかったって冗談交じりに言えるんですが、会って間もないお相手から夢に出てきたって言われてもあまり嬉しくはないですよね。好きになってもない状態だし、なりかけてもない状態なんで。でも女性側は自分の夢の中にまで彼が出てきたっていうことは、これは運命かもしれないって一人でテンション上がってしまって、お店に向かう中でも彼の腕に自分の腕を絡ませたり、恋人のような振る舞いをしてきます。女性の皆さんは勘違いしがちなんですが、お見合いからプレ交際に入ったからといって男性はすでに自分のことを好きになっているって思い込んでいる人いるんですが、それは違いますからね。勘違いです。男性も女性と同じく嫌なところがなかったから、まあ合ってる程度の気持ちしかまだありません。そんな中でね、女性からベタベタ触られたりとか彼女っぽい振る舞いをされると、ちょっと気持ちが下がってしまいます。なぜなら男性は追われるより追いかけたいって思っている人が圧倒的に多いためです。好きだって思った女性にはもうね、分かりやすいぐらいグイグイいきますし、そう思ってない人に対しては女性がやきもきするほど何も行動に移してきません。だからこそ、まずは男性の気持ちにスイッチがカチッと入るのを待っておいた方がいいでしょう。そしてそのスイッチの入れ方は、言葉で好意を伝えていくことです。今日会えるのを楽しみにしていました、こんなに楽しいデートは初めてです、明日からまた仕事頑張れそうです。こうした重すぎない程度の好意を言葉でプレゼントし続けるんですよ。で、これだけ伝えれば、いくら鈍感な男性であっても、あれ僕に好意あるのかなって気づくはずです。自分に興味のない女性より興味を持ってくれる女性の方が男性は認めやすいので、その女性の好意が伝わった瞬間、男性の矢印も女性に向くので、スイッチがカチッと入ります。ただ注意していただきたいのが、男性が女性に今と同じことをやってもそこまでの効果はないので、これは女性だけの特権かもしれません。女性の皆さんはぜひ自分の好意を丁寧な言葉で男性に伝えてみてください。初デートで振られる女性の発言その3、泥酔してろれつが回らない。お互いの休みが合わない場合、初デートを夜にすることもあります。仕事終わりに待ち合わせてっていう感じですね。そして夜だとお酒も飲みたくなっちゃいます。明日が休みならなおさらお酒が進みますよね。で、予約していたお店に入って料理も美味しく会話も弾んだことから、もうお酒もどんどん進んでいきます。そして2人ともお酒が好きだったらしくて、ハイペースで飲み進めていたようなんですが、女性はね、もう完全に酔っ払ってしまって、徐々にろれつも回らなくなり、男性にベタベタくっついてくるようになりました。いや、これね、なんか想像しただけで嫌ですよね。人がこう酔っている姿って本能丸出し状態なので、あまり見たくないと思いません？特にまだ好きにもなってない状態の女性で、これから好きになるためにね、こうしてデートをしているのに、その前段階で本能丸出し姿を見せられちゃうと、ちょっと嫌だなって思うのは当然だと思います。それに彼女はキスマだったようで、ほっぺにも何度もねキスされて、ちょっとでも油断すると口にキスをされそうになったって男性は言われていました。これだけね、酒癖悪かったら、なんかその場のノリと勢いで浮気しそうじゃないですか、その女性で。こんな女性との結婚は考えられないなっていうふうに男性は思ってしまったようで、彼は初デート後すぐに女性に交際終了を申し出たと言います。お酒は飲んでも飲まれるなっていうことですね。せっかく楽しい時間だったのに、飲みすぎたことで残念な結果になってしまいました。皆さんはお酒を飲んだらどうなります？説教臭くなるのか、昔の栄光を語り始めるのか、眠たくなっちゃうのか、人によっていろいろですよね。それが相手の許容範囲だったらまだいいんですが、惹かれる要因になるんだったら、ある程度の関係になるまではお酒は控えた方がいいかもしれません。
初デートで振られる女性の発言その4、平気で買ってというランチ後ウィンドウショッピングをしている時にねねこれ買ってと平気でおねだりをしてしまう女性です。言える勇気にねあっぱれっていう感じなんですが、よく初デートでそんなこと言えるよなって思いません？10代の女の子が言うんだったらまだ可愛らしいんですが、30代の女性にそんなこと言われてもいやいや自分で買えよっていう言葉しか出てきませんよね。そのために働いてるんだから欲しいものがあるんだったら自分で買えよが正解です。付き合ってもない段階でこんなおねだりされるっていうことは、付き合ったらあるだけお金を絞り取られそうだなって思ってしまうのも無理ありません。欲しいものをプレゼントするのは年に1回の誕生日だけです。なんでそれ以外の日に欲しいものがあったからという理由で男性が買ってあげなきゃいけないんでしょうか。申し訳ないですがちょっと私には分かりません。彼女は婚活の前にまず我慢すること、これを覚えた方がいいかもしれません。初デートで振られる女性の発言その5、あなた女性経験少ないでしょ。女性をうまくエスコートできずあたふたしている男性に向かってこんなことを平気で言ってしまう女性はもうデリカシーに欠けてますよね。確かに遊びまくってた人とか女性経験豊富な男性はエスコートもうまいし話もうまいです。それに女性を喜ばせる術も知ってるので一緒にいてすごく楽しいでしょうね。そんな男性に出会いたいんだったら場所は結婚相談所じゃなくてアプリですよ。その時点から間違えてます。もしくはナンパ待ちをしておけば男性から声をかけてくれることでしょう。確かに女性が惹かれるのって恋愛経験が少ないもじもじ男性よりも余裕のある既婚男性とか、付き合っても自分のものになりそうにない自由奔放で遊び人の男性かもしれないです。こうした男性は魅力的に映るかもしれないんですが、一緒にいても幸せにはなれそうにないですよね。既婚男性と付き合えたとしてもですよ、自分はその人の遊び相手に過ぎず彼にとって一番大切なのって家族です。だから離婚するって言いながら本当に離婚する男性はごくわずかだと思います。それに遊び人の彼はノリが良くて口もうまいんですが、なんかこうつかみどころがなくて一緒にいない間はどこで何してるのか把握できないほどあちこちで遊びまくってます。こんな男性と出会うために結婚相談所で婚活をしてるわけじゃなくて、結婚相手を探すために婚活をしているんだったら恋愛経験少ない男性だっていいじゃないですか。そしてそれを指摘するなんて本当にデリカシーがなさすぎます。そんなこと言ってるお前は経験豊富なんだって問いたくなりますよね。結婚するなら恋愛経験がないぐらいの男性の方がいいと思いますよ。女性への接し方も慣れてない男性の方が可愛らしいなって思いません？少なくとも30代なのに恋愛経験が少ないっていうことは男性にとってはコンプレックスなわけですよ。それをドストレートに言ってしまうのは配慮に欠けた言動と言えます。恋愛経験が少ないっていうことが自分の言動で女性にバレたんだって分かると男性は一気に自信を失ってしまいますよね。そのため自分からこう自信を奪っていく人とまた会いたいって男性は思わないので、結果的に女性は彼に振られてしまう形となりました。聞いてて思うんですけどね、余計な一言を言っちゃう人結構こういるんですよね。最初っていうのはあの細いねこう切れそうな糸でつながっている2人なので、ちょっと何かあるだけですぐにプツンってその糸切れてしまいます。それをもう大事に大事に育んで太いつながりにするには、一緒にいる時間は短くてもいいから会う回数をもうとにかく増やすこと、そして余計な一言を言わない、これだけでちょっと何かあっても切れない糸でつながれる関係になります。みんな婚活を始めると何か大きなことをドカンとやりたがる人がいるんですが、そんなの不要です。大切なのは余計なことは言わず必要なタイミングで必要なことだけを伝えるっていう、こういったね小さいことの積み重ねです。コツコツ関係を構築した2人はそのままスムーズに結婚に向かいます。
このようにプレシアでは会員さんが結婚できるためのアドバイスを日々行っております。寄り添って話を聞くだけなら婚活カウンセラーである必要はありませんよね。だから、それプラス結婚するためには今後どのように動いていけばいいのかを必ずセットで会員さんにアドバイスをさせてもらってます。お見合いを断られた、悲しかった、辛かった、これは事実です。その事実に対して辛かったですよね、ショックだよねっていうだけでは事実の再確認をしているだけであって、それはプロの仕事とは言えません。多くの相談所に足りないのはこの後セットで改善策を的確に提示するっていう部分です。これをしないから会員さんは不満を持ってしまうんだろうと思います。いくつになってもどんな条件であろうと同じレベルの異性に申し込めばお見合い自体はちゃんと決まってくれます。自己価値診断チェッカーに当てはめていけば答えっていうのは明確なんですが、これはプレシア会員さんだけにしか提供しておりません。それでも有料でいいから使わせてよっていうお声を日々いただき、でこれだけもう需要があるんだったら非会員の方にも使ってほしいなって思ったので、この度婚活ランク表を作りました。これを見るだけであなたが婚活の中でどのランクに属しているのか一発で分かり、あなたと同じランクの異性の条件までもが分かります。自己価値診断チェッカーの簡易版っていう位置づけになります。でこれを見てもらうだけでも婚活はかなりイージーモードに突入していきますので、ぜひこの機会にお受け取りください。受け取る方法は動画下の概要欄に載せております。そして婚活ランク表の使い方動画もね一緒に渡してますので、これもちゃんと見てくださいね。いい武器を渡してもその使い方を間違えると逆効果になるので意味がありません。この動画を最後まで見ていただいている皆さんには有効活用していただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。